どうもパシーチャンネルです。皆様今年もとても夏いやつ、いや暑い夏、いかがお過ごしでしょうか。今日は時間があるときぜひやってみたかった東京江戸歩きですね。朝一で大チャリを使って築地の浪岡神社まで自転車で行き、歩いて下町をこのように回ってみました。昔の人たちがどのように江戸東京を散歩観光したのか、気分を味わいながら歩いて行ってみたいと思います。すごいね、まだ正直ね、築地にはお昼時にしか来たことがなかったんですが、朝がとても早いですね。8時前なのに空いてるお店もちらほら、お客さんも結構いてね、外で立ち食いしてるお客さんもたくさん見かけました。まずはせっかくだから築地の本願寺でも見に行こうかね。それでは一つ目の観光名所、築地から歩いてすぐのところにある築地本願寺に行ってみたいと思います。築地本願寺、ここ正面じゃなかったか、大きいね。盆踊りの準備をしてるのか、でけえ。ね、XJAPAN のギタリストヒデさんがね、亡くなった時もここで葬式やってる映像をニュースで見ましたが、すごいよね、外国の建物みたい。築地はもともと海だったみたいで、埋め立てて作ったから作った土地、それが築地というわけですね。初めて僕も知りました。さあどんどん行きましょうか。まだ朝8時だからかな、そんなに暑く感じないですね。今日は東京も35度の猛暑日予報なんですよね。それかまあ1時間半ぐらい自転車乗ってたんでね、もう外の暑さに慣れてしまったのか、汗は大量にかいてますが、そんなに暑いっていう感じはしませんね。これが意外と危ないのかもね。さあまずは歌舞伎座行ってみましょう。これか横から見たら初めてだ。車でね、来るとやっぱりこう正面の方から来るわけで、表面は見たことあったけど、こういう側面とか初めて見たね。徒歩ならではのね、楽しみ方っていう感じかな。ここはでももう10年ぐらい前かな、建て替えちゃったから、すごい綺麗になっちゃったね。短冊が、お、風鈴が、風鈴が、はい、そしてこちらが歌舞伎座の正面ですね。大きい画面に入りきらない。いやー、行ってみたいね。時間はね、今8時15分なんですが、もうやっぱね、外国の方がちらほらと見受けられます。こちらの家紋はね、鳳凰丸っていう家紋らしいですね。あちらこちらにあしらわれております。はい、歌舞伎座を過ぎて銀座三越を越えて銀座を横断していきます。そして銀座といえば銀座和光ですね。銀座もね、恥ずかしながら車で通過したことぐらいしかなかったので、すごい新鮮な感じを味わいながら歩いてみましたが、やっぱ高級なね、ブランドショップがとても多かったです。さあ案内板を見てみると、見えてきた、ありました、銀座和光、こちらです。銀座和光のね、この角っこに立っている時計塔、とても有名ですが、もちろん時計はね、日本を代表するセイコーの時計となっております。築地からスタートして、築地の本願寺、歌舞伎座、そしてここ銀座和光と約2キロぐらいのね、まあ、道のりを歩きましたが、まだまだ元気です。このまま歩いて皇居の方に向かいたいと思います。今まで30何年間東京に住んできたけど、外堀歩くのは生まれて初めてだね。いやー、面白い、いい経験だわ本当。皇居のね、外堀はぐるーっと一周で5キロぐらいあるみたいで、通りでね、走ってる人が多いなと思ったら、ランニングコースみたいになってるみたいですね。僕はピンクの矢印のところらへんを上から下に向かって歩いております。
なんとここをね、左に渡っていくと、楠木正成っていうね、歴史的にも有名な人物がいるのを皆さんもね、名前が聞いたことあると思うんですが、なんだか後醍醐天皇だか後鳥羽上皇だかそこら辺が出てくる時代に、まあとにかく後醍醐天皇を助けたんだよね、楠木正成が。それで助けたお礼として天皇家の家紋をね、譲り受ける話が出るんだけど、恐れ多いっていうことで楠木正成はね、半分菊いただいて半分は水が流れるようなね、菊水っていう家紋をもらったらしいんだけど、それでも半分ね、菊の家紋が入ってるのすげえなと思うんだけど、なんでかわかんないけど、うちもその同じ家紋なのね。うちの家紋もその菊水っていう家紋なのよ。ただ全然楠木正成と関係あるとは考えにくいので、未だに謎に包まれているんですが、せっかくね来たので、そこに楠木正成像があるので、ちょっと本当にね、ご先祖様かもわからないので、ちょっと拝んでいきたいと思います。皇居二重橋なんですね。こんなとこ歩けるなんて嬉しいな。すごい、皇居の石垣を触る日が来るとはね。地図ではね、この二重橋を渡って、あ、ここはもう超外堀なんだね。それであそこの橋渡ると皇居の入り口になるんだ。行ったな、お正月の一般参賀の時、1月3日だっけな、両親とうちの奥さんと。懐かしい。ちょうど駅出たところでね、国旗配っててね、みんなで国旗をこう振って天皇万歳ってやりましたけれどもね。はい、そしてここら辺にその楠木正成像があるとのことなんですが、あれか、どこで来なきゃこういうことってマジでわからないからね。ほんとね、東京に住んでてもこっちの都心の方っていうのは、ほんと車でね、なんかの用事で通過するときぐらいしかこういうとこも通らないし、さっきの外側のね、お堀の外側の通りしか通ったことなかったけど、ちょっと中入るだけでこんな松の木の庭園みたいなのとか、楠木正成像があるなんて今日本当初めて知りました。さあ到着しました。こちらが今から約800年ほど前に活躍した私のご先祖様かもしれない楠木正成像でございます。はい、ということで次行きましょう。なんだこの通りと思ったら、あちらに見えるのが東京駅ですね。見えるかな。おー、綺麗ね。あ、こんな遠くからこう参道みたいに道が続いてたんだ。へえ、知らなかった。皇居の端からだ。皇居から一気に東京駅までこう続いてたんだね。当時の平安時代だったと思うんだけど、何かこっちの関東の方で謀反を起こして殺されたんだよね。処刑されて京都の河原に首がさらされたんだけど、なんか首が飛んでってこっちの地まで帰ってきたみたいな、それでここに首塚を建てて祀ってあるみたいな、そんなお話を聞いたことあるけど、なんか移転しようとするたびたびなんか災難に襲われたり、悪いね、不幸が降りかかるということで、もう移転するのはやめてずっとここに祀ってあるっていう噂の、ここか。結構大きいんだ。ここが平の正門塚でございますね。おー、初めて見た。こんな感じなんだね。首塚はなんとなく動画撮りたくなかったので、インターネットから写真を添付しました。さすがにね、塚まで写真撮るとなんか怖いので、はい、表だけ見ることにしました。ということで、ここからは浅草の浅草でもございます。浅草に向かう途中、小伝馬町という場所がありまして、こちらはね、江戸時代の幕末末期に活躍した吉田松陰という幕末の志士がいたのですが、この方がね、投獄されて江戸のこちらのね、小伝馬町の牢獄で処刑された終焉の地というのがあるので、ちょっと寄ってみたいと思います。ちなみに平将門の首塚から吉田松陰終焉の地までは 1.6 キロ、結構歩いてますよ。ここのお寺の、あ、ここだ、石碑が立ってる。お、江戸伝馬町牢屋敷、牢屋を元から場所跡、牢屋跡ですね。ここだったんだ。
ごい屋形船乗らせてくれる店が、うわめっちゃ止まってる。へえ、おお、なんか風情があるな。井筒や木の近くで見るとこんな大きいんだ。へえ、思ったより 1.5 倍ぐらいでかかった。すごいね。あら、総武線ですか。さあ、あと2キロで浅草到着だ。やっぱ遠いな、6キロっていうのは。さっきまであちこち寄りながらのね、5、6キロだったから、まあまだ下が。こっから、首塚から一気に6キロなんで。あ、まあ御殿場町もちょっと寄ったけどね。長い、ずっと一本道だから。あと2キロ頑張ります。妻山市。楽しいよね。昔は船舶免許持ってたんだけどね、5年っていうね、更新の時を5年ごとに更新するんだけど、更新を思いっきりすっぽかしまして、一気に、遊覧船だ、一気に失効してしまいました。もったいないことしたな。すごいね、隅田川だねこれね。こっち側には東京のシンボル634メートルスカイツリーが見えますよ。もう下町だね。おー、でも何時でしょう今。10時か。築地スタートでもう2時間以上歩いてんだね。いやいやいや、もう浅草だよ。隅田川もね、初めてこう歩いて橋渡ってみたけど、結構やっぱ川幅広いね。こんなに大きいと思わなかったけど。また新たな発見です。隅田川沿いって歩けたんだ、こうやって。老舗のね、佃煮屋さんでお土産を買いました。ついに浅草の雷門まで到着。すげえな、歩いてきちゃったよ。久しぶりにじゃあ仲見世通りを撮ってみようか。おー、何年ぶりだよこの活気。すげえな、コロナ終わったね本当に。すごい、仲見世は通んないからよさそうだ。すげえな、コロナが始まった時はマジで人いなかったのにね。でもガネキンさんばっかりっていう感じでもないかな。日本酒の半分ぐらいかな。はい、こちらが浅草の演芸ホール、落語や寄席を聞けるところですね。浅草橋から雷門、そして浅草演芸ホール花屋敷の方まで歩いてきました。さあ、そして浅草の浅草寺から 1.6 キロ歩いて上野駅までやってきました。上野駅といえば東京の玄関口とも呼ばれている有名な駅ですよね。新幹線も止まりますし、今でこそね、東京駅や品川駅がなんとなく玄関口っぽい感じもしますが、上野も新幹線が止まる立派な大きな駅となります。すごい、ただいま上野の忍ばずの池ですが、ハスかな。すごいねこれ、池なんだけど水が全く見えない。すっげえ、初めて見たこんなすごいの。上野忍ばずの池から東京ドームシティに行く途中にですね、湯島天満宮、学問の神様湯島天神ですね、こちらも見ることができました。僕も学生時代はよく参拝しに行きました。小石川の文京区スリックセンター、こちらは東京ドームシティですね。楽は丸の内線も見えますね。東京ドームまでやってきました。あれが東京ドームですね。時間はついに12時を迎えようとしております。すごいな、6時半に家出てきて半日が過ぎてしまいましたが、
今日朝から何も食べてません。すごいね、お水だけで生きてますよ。さあ、あとは池袋に行くまでだ、頑張ろう。はい、そして最後は東京ドームシティからサンシャインシティまで歩いていく途中に善通院というオペラがありまして、こちらちょうどこの日お祭りやってましたので寄ってみました。善通院といえば大河ドラマの新選組でも出てきましたが、幕末の、ね、黒船来航以来世相がどんどん不安定になり、京都にいらっしゃいます天皇陛下の身が案じられてまして、こちらの東の地江戸の方からも強者浪人身分は問わないので京都に登ってきて、天皇様天子様の身辺警護をやってくれないかというのでね、この善通院にその強者たちが集まってみんなで京都に出発したっていうシーンがありましたが、まあそのぐらいね有名で大きなお寺だったんでしょう。いやー、浅草からなんだかんだ 7,8 キロ歩きましてね、もうすぐ池袋豊島区に入りますね。はい、最後に新進電車見てさよならですね。とは言ったもののサンシャインシティの周辺ではこの日ね、やっぱり休みの日っていうのもあってレンタル自転車が全然借りれなくてですね、ちょっと手前のこちらのね路面電車が見れるチンチン電車のところで自転車を借りてお家に帰りたいと思います。そして残念ながら路面電車この日は見れませんでした。ああ、今何時？もういい時計だ。ああ、パン食べます。出発から家に帰ってくるまで約8時間の日帰り旅行でした。今までずっと住んできた東京でしたが、新しい体験、新しい発見、新しい経験をいろいろすることができました。葵が書いた、やってみよう、パパ、やってきました。それではまたご覧ください。バイバイよ。